ぱい待ってくれてたね、今日。なんか今日5分押しですかね。あ、5分押し ?5 分押しですね。あ、本当だ、5分押しですかね。おはようございます。すみません、お待たせしました。お待たせしました。すみません。はい、すみません。というわけで、5月31日木曜日、はい、木曜日の下、始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこれは、後ろは。モン・サン・ミッシェルですね。モン・サン・ミッシェル。はい。はい。フランス。フランスの、なんか、はい、離島、孤島の、はいはいはい。教会みたいなね。いいですね。綺麗ですね。綺麗ですね。はい。あ、元気です。こんばんは。コケさん、こんばんは。コケさん、こんばんは。あっちゃんもこんばんは。あっちゃんって誰ですか？あっちゃん、あっちゃんです。あっちゃんはあっちゃんです。あっちゃん、あっちゃんです。あっちゃんって誰だろう？先週もいたんだ。あの、周年も来ていただいてね。ありがとうございます、本当に。あ、そうなの？はい。ああ。シグナルのあっちゃん。シグナル、シグナル。まあ、プレイツーとかな。はい。高田のボカのね。ああ。俺行ったとこでしょ。あ、そうそうそう。一緒に。そうそうそう。ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケンギスさん、おはようございます。そうか。平成最後の5月末。え、何それ。ああ平成っていつからなんの？え？そんなこと言ったらもう今年毎日そうだけどね。平成っていつからなの？来年から。なんか中途半端な月からでしょ？そう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 。また。それをやると。うん。そう。その話、この間の放送もしたね。した？うん。ました？あ、姫おはよう。うん、姫来た。今のところね、大丈夫で。姫来たの。姫おはようございます。姫来た。あ、黒いシャツ揃えてないですよ、別に。うん、姫来たの。中本 T シャツ、あ、中本 T シャツで揃えてくればよかったね。あ、本当だね。言ってよ、中本 T シャツ着るなら。うん、ございます。今日はあれですよ。パパが、先週シャンパン飲ませすぎて、うん、真っ赤な顔になったでしょ？うん、なった。あれで、今週来れないっていうね、一週間まで引きずってさ、あれ。嘘。多分。はい。パパ。だ今日パパいないから、うん、姫、あれですよ、野放しですよ、今日。うん、でも、まあ、でも、そうか、飲ましたか。飲ましたね。負けるんだもん、チッチの。だって、チッチの1って言うんだもん。あげっぱなのに。あげっぱなのに。いきなり1って言うから、ね。3とか言うから、自分があげてさ。そう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 。涙目だったもんね。美少女出てきたやん。うん。うん。うん。まあ、そんなよ。あなたは姫に触っちゃいけない。俺は。今日初めて見る人もいるから。ああ、そうか。うん。お前は姫に触らない。うん、ああ、今日初めて見る人もいるもんね。そうそうそう。俺は姫を触らない。わかった？わかった？うん。ちゃんと守ってよ。はい。はい、それではですね。ありがとう、姫。はい、というわけで。僕らがお酒を飲み干すと姫が出てくるシステムになっておりますので、うん。そういうシステムですね。はい、ナミさんお疲れ様です。ナミちゃん。もう一目惚れしましたって。今日初めて見たんでしょってことは、うん。あ、そうか。うん。本当？うん。さて、言ってる人じゃないの？そうやって。ああ、わかんないわかんない。うん、ありえるありえる、うん、ありえるありえる。もう、こいつ信用ならんもん。横に名前出さないやつ。名前出さないやつ信用ならん。ならんうんうん、すぐおにゃんこのこと言うしよ。そう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 。うん、そう一人なんだけどね。というわけで、はい、今月も1ヶ月皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、ああ、もう、はい、5月終わりです、今日で。5月終わりですね。ありがとうございます、みつくん。はい。というわけで、はい。今日も最後まで。はい。お付き合いを、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。というわけでみんなで乾杯、乾杯、乾杯、いいっす。おっと、ちょっとあれだね。うん、おっと、ちょっとやったね。姫笑ってる。うん、ちょっとやったと思うよ。ちょっとやったね、うん、あれな。早く姫飲め、あれ姫はね飲まないんですよ。うん、そう、姫はね、うん、姫は僕らが飲むと、うん、姫が登場できるっていうね、システムですね、はい。最後のエンディングのこと言ってるんじゃないですか。ああ、なるほど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 。というわけで、今日はですね、毎週やってるテレホンショーキングはちょっとお休みで、はい、はい、一週お休みで、はい、特別ゲストの回ですね。はい。はい、麻雀プロ。麻雀プロ。ね、3人お呼びしております。もう3人も麻雀プロ来たら、もう、うん、囲まなきゃいけない。囲まなきゃいけないですね、うん。はい。俺、実況やりますから。あ、実況、できます？うん、できない、できない、できない。あれですよ。うん。できない。
ウーピン切ったとか言っちゃいけないんですよ。あの、うん、なんていうんですか、はい、はいはいはい。具体的なことを言わずに。うん、そうだ、そう、そうか、そうか、そうか。そうだね。確かに、あ、そうだ。割れ目のポーズとかもそうだね。全部見えてんのはお前だけだから。あ、そうか、そうか、うん。言ってないもんね。そう、それは言っちゃダメなんで。あ、まあ、切った後にやる分にはいいんだけど。あ、なるほど、うん、それを、とかね。そうそうそう。あ、そこ悩みますよね、とか言ったらいけないんだ。あ、それで悩むんだと思われちゃうから。あ、なるほどね。うん。バレちゃうから、それを、麻雀実況はね、意外と難しいと思うよ。うん。いや、もう、あの、関さんご存知ですけど、僕、麻雀ど素人なので。そうですね、はい、はい。やったことありますよね、でもね。やったことありますよ。ありますよね。はい。うん、お、ピンフ出てるぞ。切ったは大、切ったは大丈夫だけどさ、でも、なんか迷ったとか言っちゃダメじゃん。うん。国士も知ってる単語を並べてる人、うん、役を言っていく。役を言っていく人。役を言っていく。にした、あ、触った。触んない。ギリギリはいいけど。初めて見る人もいるからね。そう、そう、うん、そうでしょ、うん、あ、触っていいんじゃんと思われちゃうじゃん。あ、そう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 。あ、あの子、あの子そういう子なんだ、みたいな感じになっちゃうからね。不思議だな、これ思われちゃう。不思議だな、これ。触っていい子。うん。うん。お前が触るから、いきなり。でも、ま、でも結構不思議だななんじゃないの？そんなこと。姫が喋れないのをいいことに。いいことに。うん、はい。すいません。俺は今日は姫を触らない。うん。お触り OK な店。うん。リーチ一発の10連邦。もう言いたいこと言ってるだけでしょ、あれだったら。そうだね。姫の手首にミサンガがついてるの。ついてた？あ、何それ、あげたの？あげたのかな？あげた人かな？うん。あげた人かな？あ、ミサンガついてるのって聞いてるの、うん、ついて、聞いてるのね。今日名古屋雨だったんだって？今日雨ですよ。もうザーザーですよ、名古屋。来るのやめようかと思ったって。うん、そうそうそう。雨がすごすぎて。あんまりにもすごすぎて。うん、もう、家から出る気にならなかったもん、もう。そんな降ってたんだ。うん。こっちは全然降ってないですよ。全然降ってなかったですね。そうそうそう。いっぱい歩いてきたから分かりますよ。うん、あ、そうですか、はい、はい。あ、なんかあれですね。なんかあれですね。あ、あれな、あれな関係です。はい。うん、あれな関係。ほんで、うん、もう3、4分して、はい、1回コマーシャル行って、はい、何ですか？ゲスト。ゲストの3人をお呼びして、はい、あの、まあ、あの、よくテレビとか出てる方たちですから、なんていうんですかね、普段、いつもテレビ、麻雀プロとして呼ばれてるテレビのように喋ってもしょうがないんで。うん、もう119人も見てんの？まあまあ、それはもう、それはそうです。すごいね。ダチョウ倶楽部。3人組って言ったらダチョウ倶楽部か、お前ら。そんなこと言ったら、そんなこと言ったら、3人呼び込んで座った瞬間に、いやーってやらなきゃいけなくなっちゃうよね。はい、ちーちゃんこんばんは。あ、ワクツ、アキラさん見に来ました。あ、ありがとうございます。ワクツ姉さん見に来ました。ありがとうございます。めっちゃ焦らすやん。うん。ワクツ姉さん、この後すぐみたいなね。うん、3人といえばアルフィ。うん、3人といえばアルフィ。アルフィっつってね。森の中は。うん、ほんで、だからその、普通のね、はい、麻雀テレビじゃやらないような、会にしたいな。うん、ああ、野球券とか？野球券。視聴率、ダーン上がりますよ。ね、はい、アーカイブ、アーカイブ料金取りますよ。このテーブルの下からこうストッキングとかポッと出して出して出して見えないから見えないからっつって見えないからハードルを上げるな。ハードルをワクツさんはよ大ニューボール欲しい、はよって言ったってね、そんなね、うん、ペースがある、あの、うん、決まりがあるんでね、うん、あのもうしたらコマーシャル行って、うん、ほんで3人お呼びしますんで、はい、そっからはずっとね、そっからね、はい、はい、他のテレあれ番組でやらないような、はい、なんかちょっと変わった酒の飲ましたり、うん、やろうかなと。あはは。ね。はい、うん。思います。じゃあ、この後ね、はい、CM の後に、はい、3人に来てもらいますんで、じゃどうぞそのまま。うん。ということで、コマーシャルですか？いきますか？はい。いきますか？では、一旦コマーシャルです。どうぞ。
すべての人に最適な選択と言ってくれる会社を目指して、集まれジョブポップ。はいはい、はい、いや間開けましたね。あ、間開けましたね。間開けましたね、お城が見えるように。お城が見えるように、はい。いや違いますね、違いますね。ゲストを呼び、あ、何を歌うか、うん、あ、なるほどね。やっぱ見てくれてるんですね、うん、あのツイッターとかね。はい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 、何歌うのかな。 RTD と言いそう、なんだろう、難しいこと言って、うん、それでは早速お呼びしましょうか。はい、はい、じゃあゲストの3人同時に呼びましょうか。はい、同時に来てください。じゃあ茅森さんから、茅森さやかさんどうぞ。はい、どうも。はい、どうぞ。そして、脇崎さんどうぞ。脇崎さんどうぞ。どうも。佐藤和美さんどうぞ。バイバイ。どうぞ。バイバイ。唇に赤くないな。赤いよな。いや、やらなくていいの。いや、今、やっと座って。なあ、そのフリやんな、あれ。キッサー、私は、ちゃんと。おお、座れるんだ。座れたね。いやどうも、はじめまして。どうも、はじめましてじゃないけど、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやいやいや。華やかで、華やかになるっすね、うん、寒っ。これだけ来ると、うん、姫が、うん、後ろ通れないんですよ、はいはいはい、僕の横幅がありすぎて、うん、なのでちょっと前横切ったりするかもしれないですけど、あ、今日はねちょっと背中を見せるかもお尻を見せるかもしれませんけど、はい、まあそれはそれでいいじゃないですか。まあ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 、まあはい、いつも見えない角度で見えるっていうね。そう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 、姫がね、そう、はい、普段とは違う角度でね。斉藤さん、コメント大きくすることできますか。はい、すいません、消えた。いや、なんかね、うん、ああいうのズームとかなんですよ。もうちょい、もうちょい。ゾネスって書いてあるけどね。ゾネス。ゾネス。なんだか書かれてるけどね。あ、超見やすい。あ、見やすい。すげえ見やすい。いいね。いらっしゃい。元気さんも。こっち側だね、もう。ね、番組側の人だね、元気さん。元気さん、我々連れてきたんじゃなかった。そうそうそう。二人の帰るときに、うん、元気さん来てくれて、そうそうそう。そっから、元気さんよく見てくれて。こんなとこで何してるの。でも、最新のコメントをパシッと押していただけると、斉藤さん。下にプシュッと行くんで。最新のコメントっていうのを押すと、あ、そうです、そうです、そうです。はい、それでいいです。もう、あっちの画面に行ってください。そうです、そうです。今日白い。今日白い。私？顔が白いのかな。いや、俺の前来ていい。俺の前、俺かぶって、かぶって、かぶって。あ、泉 P。泉 P。はい。それは見てるよね、泉 P。泉 P。泉 P 見てるな、そりゃ。泉 P、誕生日プレゼントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがです。スニーカーサイズもぴったりでした。さすがです。いつ俺の靴を見たんだろうと思って。そうだね。座敷でも上がったからだって、泉さんのツイッター、この番組のコメントでいっぱいだから。ああ、連動してるからね。あれ連動外せばいいのにね。気づいてないんだよね。気づいてないのか。気づいてない。泉さんクラスは。すいません、じゃあ。なんだこれって。乾杯さん。乾杯ちょっとしましょうか、先に。はい。よろしくお願いします。おー、失礼します。ちょっと待って、炭酸みんなで飲むと炭酸一気にきついから自分で選んだ、ね、あ、一気なの。いやいや、あ、いいですよ。いや、男の子さやかさんもいいですよ。かずみちゃんはダメなんですよ。ダメなんだ。ないダメなんだ、飲まないと。窓外れてない。あ、どうなんだろう。わかんないね、それは。ありがとう。コメントがね。うんうん、3000kg だと3トンになりますね。3トンじゃない。3トン。3トン。すごいね。部屋広い。3トンやばいね。部屋広い。ゾウじゃん。3000グラム。3000グラム。決まなくても上に立ったら出てくる。3トン。でもあれだね。今産みましたみたいな感じじゃないね。え、何そんなに産んでないっす。今産んできたでしょ。さっき。さっき。ちなみにいつなんですか。産んだのは2月です。あ、でも、そんな、あれなんだ。そうでしょ、うん。でも早かったから、生まれたのが早産で、うん、だから、3000kg って言って。キロ3000kg今ね。あ、なるほどね。そう。それをツイッターに最近載せたんですよ。みんな頭いいんだね。3000kg すぐ反応するとかさ。ね。すぐ早いね、みんな。お兄ちゃんが早かった今。早かったよ。ワクツさんと、さんの顔のでかサイドの男の、3倍ぐらい違う。そうなんですよ。
一応なんだよ俺の俺と Q は一緒ぐらい顔の幅、うん、あそうね、まあ、若干顔一個分ぐらい俺が前に出てるけどねいや俺張るお前ちょっと後ろ目に座ってるじゃん違うだから俺は今横見て今横見て横見て同じぐらいあれ違う これと同じでしょ同じぐらいいやいや全然前出てる俺の方が、うん、頭一個分前だ、うんいやほっぺたすぼめても全然わかんないかあの画像には全然出てない多分、まあ、ちょっとずるしてるしねもともと誰俺ああそうずそうそうそうライン、ね、ヒゲ輪郭ねラインヒゲ輪郭ラインアイラインとかあるじゃん、うん、一緒、うん、アゴライン、ね、アゴライン、ね、アゴライン、ね、そう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 あのヒゲの内側で勝負してんだじゃあこっからが顎ですこっからが首ですっていうラインなんそれで伸ばしてんだ、はい、私あの常日頃から兄貴を世界一イケメンだって言ってそうだよねありがとうございますすいませんありがとうございますこれですこんなんなりましたお兄ちゃんと初めて会って LINE したらイケメンでしょって来てイケメンっつっていいそこイケメンでいいじゃないですか、うん、反論来た反論来ました速攻、うん、あ Q さん茅森さんには惚れないでって健吉さんが、うん、なんで知ってるんだろうなんで知ってるんだろうって、うん、まあまあまあでも和美には惚れないよねいやそんなことないよねそんなことない仲良しだもん、ね、俺たち仲良しだ仲良しだアーシャを送ってもらったじゃん、うん、放送するのに、はいはいはい、その時点で、僕かやもりさやかと仲良くなりますって言ってたよ仲良くなるなんで言うのそれ当たってるから健吉さんの言ってることが当たってるからこれでもアンケートで3択にしたらさ圧勝じゃんもうねそうだね圧勝だねやっぱモテるいや全然全然モテない全然かすみちゃん、かすみちゃんはさ、ある意味モテるからいいじゃない。ある意味、ある意味、ある意味、ある意味モテる。いろいろ使えますからね、かじみさんは。はい。もうこれも使えるんですよ。一緒に番組やってるんですけど、MC めちゃめちゃうまいのね。まあもうちょっと飲んだらわかると思うんだけど。MC ほんと信じられないでしょ。でもね、飲んでないよ、ね、そんな感じ飲んでる、飲んでると喋るの MC になってるのかどうかよくわかんない、ね。喋ってるだけ。声の声が上がってくるから、すぐわかる。そうなんだ。でも、枠さんのお兄さんからすげえってなってるよ。あ、そうなんですよ。リアルお兄ちゃんです。ね、似てないよね、はい。似てるよ。どこが私めっちゃ似、だって初めて会った時似てるって言ったもんね。似てないちょっとわかんない下に妹がいて そっちは似てる、ね、似てるんですよ、うんうんうん、ミカちゃん似てるね、まあ、でも多分体重がリアル半分だよね、うん、108キロ俺そんなにない私ごめん54とかでありますけどそんなにない半分以下半分以下半分以下108もあるの？あ、108。健康ですか？あの煩悩の数だけ太ってる超えたら人間超えるんだねじゃあねどん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 大きくなって裏回し、はい、裏回しってなんだろう裏回しだしたしだした裏回しあ裏話って言いたかったのかな何を言う枠つゆ枠さん体重戻ったよ、うん、戻った戻りました、うん、1回ね40キロ切ってね、うん、骨と皮みたいになってなんでそんなになっちゃうのなんか食べないの、か食べれなかった、ね、か風、うん、熱で姫、姫ちょっとこっち見て。姫の顔が、ね、映らないのよ、せっかく。そう。ちゃんと顔を見してね。顔見して。姫若っ。姫若っ。姫ちょっと声出ちゃった、今。姫、姫喋れない。姫喋れない設定なんだ。ありがとう。姫って、血が姫って。姫って言ってるよ。顔映したけど、せっかくだから。俺に被っていいんだから。もっと前出ればいいじゃん。ごめんね、今日ね、姫がね、後ろ通れないんだ。通れないんだ。姫白いね。白い、うん。まあ、ちょっと隣の人黒すぎるね。そうだね。ちょっと私より黒いよね。白、うん、黒。あ、そうだね。私より黒い。うん、黒い。沖縄行ってましたよね。沖縄行ってる。沖縄行ってる。沖縄行ってる。あれ、妹が麻雀プロになった時ってどう思いましたか？あ、ぽいなって思った。うん、あ、ぽい。ぽいなって思った。あ、ぽい。あの、中身、ほら、男じゃないですか、あなた。はい。中身男なんですよ、はい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 、ね、結構いい男なんですよ。極めてる。そうそう、結構いい男なん、いい男なんで、だからもう自分で商売するか、まだそういう勝負の世界で生きていくのはまあ合ってんじゃないですか。うん、合ってんじゃないですか、はい。あの、頑固だし。そうだね。うん、ほら、姫におさわり早うっていう、ほら。遠いよね、今日の角度だと Q さんおさわりできない。この辺できないからね。ね。触りね。うん。いや本当はしたいんでしょ。何が？Q さんしたいんでしょ。
狙ってたんでしょ。え、したいって何？さやか。あのこと、あのこと。あのこと、あのこと。したいって、あのこと言うの？あのことじゃない。したいってもしかしてあのこと。人妻、人妻。はい、そうなんです。すいません、すいません。コンプライアンス問題もある。いろいろある。本当に兄弟なのだって本当の兄弟あ本当に兄弟ですね、はい、本当の兄弟じゃなかったら何なんだろう ね, ね逆にお兄様、ね、ネタみたいなパパとかなら分かるじゃん何か、うん、あの、うん、あ支援してる人なんだな、うんうん、お兄さんって使わないよねあんまりねあそうお兄ちゃんうん、うんあうん、お兄ちゃんねガチお兄ちゃんガチお兄ちゃんはいそうですそうです、はい、じゃあ僕かよもり先生ちょっと飲ましてみようかなおよし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 え何これ飲むのいやできないいや俺なんかスイッチがどうとか言うからもう時間ないですよもうあと5分ぐらいで終わりですよ大丈夫大丈夫嘘ですけど嘘だねそれは嘘だね今日なんか来るまで暇でちょっと飲んでないんだよねあんまりねそうなのこの間さ、うん、前回出てくれた時ベロベロで、うん、撮影、長すぎたよあれ長すぎた、うん、あれね2時間近かったそうだね薄い放送さいやもう飲んだにしよ う, ういいよそれ飲んだ放送来た時もベロベロなこの間あーなあれなんか優しいねえ優しいね甘々だね扱いが違うよね甘々だねああ姫これもお願いしますあれこれに足していいのそれともあこれでこれ同じのでいい、うん、すいません炭酸なしね炭酸なし違う1時間だと思ってそのペースで飲んでたでしょ、うん、飲んでるのに2時間やってるからベロベロになっちゃうんですよ、うん、いやいやもう違う来た時からもうベロベロだったっつって、うんうん、入ってきた時から玄関から入ってきた時からベロベロだったもん、うん、その前3時間ぐらい飲んでたから、うん、俺大丈夫かなと思ったもん、うん、幸せだね幸せだいぶ幸せだ何アーカイブでさ、ゆっくり落ち着いて見ても何言ってるか分かんなかったもんね。うん、あ、本当私放送次の日見たけど、うん、あ、自分では分かっちゃう。意外と喋れてんなみたいな。覚えてないってこと？全然覚えてない。何喋ったか全く覚えてなかった。分かんないよね。呼ばれてる時何言ってるか分かんないよね。で俺次の日昨日ありがとねみたいな感じで連絡して、最後大丈夫だったってちゃんと帰れたみたいな。うんあの感じで LINE したんだけど、最後どこで飲んでたかわからないみたいな。打ち上げでどこ行ったかわかんない、うん。最後どこ行ったんだっけって。あんたの行きたいバーに行ったんじゃん。そうそう。散々俺らがね、ジャイさんと行きましょうって言ってるのに、うん、もうその店のすぐ近くまで来て急に、私の知ってるとこ行ってもいい？そう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 。そう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 。あるある、かずみあるある。突然ね。突然。もう着くよっていう時に。やっぱ。うん。私の知ってる店行ってもいい？そこに行った覚えがないから。ほんでみんなで、うん、いいよ。いいよって言ったのに。あるある。そして覚えてないんでしょ？覚えてない。覚えてない。いや、しかも放送中も覚えてないから。でしょ？そう。よく覚えてないんだよね、かずみさんね。よく覚えてない。ゾネスはね、お兄ちゃんって言いません、あんまり。うん、先生か。兄貴か。うん、すいませんか。俺怒ってるみたいなんだよ。先生、呼び名がね、うん。すいませんか、先生か。うん、まあまあまあ、うん。呼び方がね、まあまあまあ、大体ね。兄だからね。はいうんうち王だから、うちの兄は。ああそうそううん、王なんですよ、うちでは。神だもん、ね、そう。キングなんです。お兄ちゃんって呼ばれたあ妹が欲しい人だからね、うん、あ違いなかったそうかテキーラ早いもう飲んだら飛んじゃうよ酒強いランキングだって酒強いランキングお兄ちゃん強いんだよ ねお兄ちゃん一番だなお兄ちゃん一番好きじゃないのに強いんだよねそうなんですねあ好きじゃない飲まないです家では一滴も飲まないですそうなんだでも最近の和美先生の感じ見てるとちょっと引く時はあるよあそうもうそんなにベロベロなのに、うん、まだテキーラ進めてくるみたいなこの人の場合進めるってことは自分も飲むから、うんうん、その辺は昭和なんです、うんはい、お兄ちゃんは記憶あるのどうせ40ぐらいからやばいもう記憶なくなるなくなりだしたなんかさ記憶なくなる人ってさいっぱい飲んで亡くなる人って強いのかな？それって強いって言うの？ あのね、血中アルコール濃度の問題で、うん、が 0.5% 以上とかになると、もう、うん、あの頭いい風記憶を頭いい風
あのね、記憶しなくなるんだって。そう、海馬が。もう元々。機能停止する。ありがとう、姫。全部分かった上で飲んでるんですね。そう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 。そう全部分かって、頭のいい人飲まないよね、多分ね。でも家に絶対着くのがすごいね。みんな、ね。それは基礎本能なんだって。そうだから家に必ず帰るんだけど、それはもう帰るってい こう習慣の上で成り立ってるから、それは理解してなくてもできるらしい。でも覚えてないんでしょ？覚えてない。帰ったの。ちょっとなんか、うん、失敗談とかないの？そんな人の。私ないんですよ。そんな人 の、ね、ないでしょ。記憶なくなりそうどうなのとか言うけど、言うけど自分も失敗談。自分も道で寝たりしたことある。ある。あるでしょうよ、あるでしょうよ、ほら。結構飲むの？結構飲むの？一回だけ。結構飲みます。結構飲むんだ。一回だけ。いや、でもこんなには飲まないですよ。まっすぐ歩けなくて困ったみたいなとか。へぇー。あ、もうそれはもう普通の、あるあるですよね。まっすぐ歩けないっていうのは。寝たこと一回だけある。で、警察の人が、起きた警察の人がいて、はっ、ってなって。新橋の上に。はい。それを記憶がなくなるといいんですけど。そうなんですね。はい、その記憶がないって言うんです。俺は昔、昔っつっても30過ぎ、まだ東京より頃だけど、はい、U 大陸あるじゃないですか。あ劇場、はい、劇場通り、はい。U 大陸の前で、車道で大の字になって寝たことありますよ。車道危ないよ、危ない。危ないね。ぼったくりの聖地ですからね。ね。ね気がついたら、気がついたら、はい、池袋警察で。うん、で、当時、嫁さんがいて、うん、で、なんか、嫁さんがいて、横に。うん、で、じゃあもういいですよって言われて、なんかタクシー乗って帰ってる最中に、あれ、なんだっけ一体、なんだったんだっけみたいなこと俺。これなんだっけ今これなんだっけ何やったんだっけなんだったんだっけみたいな感じで俺が言って、嫁さんが、何がはちあれ何があったんだっけなんで今いるんだっけなんでいるんだっけみたいな。なんで警察行ったんだっけみたいな。覚えてないのつって。あ、覚えてない。つって。うん。車道で寝てたんだよ。つって。うん。電話かかってきたんだよ。とかつって。干されて。つって。一晩、とりあえずもう、しょうがないから一晩留置場で寝てもらうって言ってたけど、大暴れしたらしくて、うん、しょうがないから正面玄関のソファーみたいなところで朝まで寝かしてもらってたんだよ。とかつって。姫を帰るちょうだい。そうなのつって。うんやばいね、うん、全然知らない俺それっつってありがとう姫ありがとう、うんうん、もっとこっち顔がね髪の毛で隠れちゃうんだ姫いくつかな姫じゃあ姫いくつかいくつか姫に年とかないからねないか、うん、そうだよ、ね、永遠のなんとかみたいなやつでしょ姫に年ないんだ永遠のなんなのじゃあ喋れない喋れないじゃあ17歳、うん、永遠の17歳かうちにそんなのいるよねあれじゃ永遠の24歳17歳かあのちーちゃんっていう子はもうあの姫のファンで見てる子だああそうなんだそうでもうちょっと映ってた方がいいね、うん、今日さくちゃんはいないのさくちゃん来てないねさくちゃんはね今日バーレスク行ってますあバーレスク行って、はい、知ってるね、うん、ツイッター上動向チェックしてる、ね、詳しい姫パンツ見せたら、ね、もうまず意味わかんない、うん、そんなに飲んでないでしょ言っても僕飲んでないです、ま、そんな飲んでないね、うん、あの谷間飲んでないってコメント入れてるの私だからあそうなの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 、ま、結構見るでしょ谷間飲んでないって、うんうん、そうねなんか名古屋で流行ってるらしくて、うん、そう谷間飲んでないあそうなんだ一時期流行ったの一時期流行ったのそうなんだ谷間飲んでない飲んでるっちゅうねんっていうのが二人がそう一時期流行ってあそんなこと何も知らずにのよく入れてた谷間って何僕名字が谷間って言うんですよあそうなんですか、うん、いや多分谷間が好きなだけだと思う本当谷間太陽っていうの略して9ですうん、略してる。入ってる。どこ略した今。飲んでるっちゅうね学歴が学歴あ一番この中高学歴これじゃないのマジで？中卒？中卒が高学歴。他どうや？中卒が高学歴。他どないやねんっていう。俺小5。もう来んなってんだっつって。小学校の先生に。小卒。はい、はい、中卒。高校中退。あれ？あ、じゃあ俺一緒だ。一緒じゃない。俺一番高学歴で。高校卒業。あ、私大系持ってるから。微妙なライン微妙なライン高2の時
時に大剣取ってか。すごい。いやいや頭いいじゃん。そう。どうした？優秀でしょ。すごいね。私も高校中退だよ。高卒なんだお兄ちゃん。高卒？え中卒？中卒。高校中退だから。中卒だね。それは中卒だね。中退。中学。どこ？小学。小学。小学中退って意味ない。みんな学校行こう。義務教育だから、ね。ラジコンばっかりやってた俺。小卒だもんね。あれ、キューちゃんとお兄ちゃん何年ぐらいですか？お付き合いは。もう23年ですね。23年。はい、23年。はい、丸23年。やっぱ堂々と言ってたよ。通過？堂々と。通過な感じ。堂々と言っちゃう。まあ、ある程度は。ある程度。映っていいのに。映っていいのに。10年ぐらいなんですよ、3人。はいはい。10年ぐらい。はい、随分な、随分な付き合いだね。なんですけど、なんか会った時から通過だったんだよね。あ、いるいる。そう。そういう人そういうやついる、そういうやついる。うん、出会った時からお尻触った今お尻触った触ってないです触ってないです高校中退カメラに映ってないところでお尻触った映ってない映ってない全然映ってない公認って言うんだ今大剣じゃなくて公認って言うんだそんなの、ね、何お前普通に俺の太ももの上に座るなよお前ちょっと俺ニヤッとしちゃっただろあーへー高卒認定あなんで高校を辞めたのって私は遅刻ばっかりしてて、うん、なんていう単位苫小牧で苫小牧で足りなくなって3年生になれないって言われたからじゃあそんなんだったらねやめますやめるやめて東京来てバイトしたのが雀荘だよそれで半年ぐらいでその時は麻雀はできなかったの並べるぐらいはできました並べるぐらいはね、うん、はいでそこで覚えて半年ぐらいで、うん、麻雀プロの試験を受けて早いのね自分そう早かった姫を捕まえてんの何も捕まえてない俺の太ももの上にお尻乗せてキューさん触るならちゃんと映ってるところで触れる間違画面映ってるところクレームがすごいよ何もしてない俺は何もしてない今何もしてないちょっと変な気持ちになってるだけだよ変な気持ちやだだって普通に座るんだもんプッと来てポーってプッと来てポーって、うんうん、じゃあそれは悪くないね17だから、うん、23年長いね23年ああそうだねじゃあ半分だねじゃあ12年半分だけど結構なんか結構、ね、同じぐらいのだって確かあったの今年2回目ぐらいでしょ今年は2回目やな今年えまだ今年2回目なの多分今年2回目ぐらいしか会ってないんだけど毎日会ってる気がするねああ初めて出たのって今年じゃなかったっけ去年あれは去年か、ね、あそうか、うん年末前、そんなに合わないんですよね、うん、合わないやっぱり天才やだって何がや私じゃない私この中で天才って呼ばれる人はあなたしかいないですよだからマージャン始めてすぐで、ああ、そういうことね。なるほどね。そういうことね。だってなんかなんです。ネットとかでもなんかもう天才って書かれてるもんね。天才なんです。ね。うん、そうそう、3人ともプロじゃん。調べちゃった。うん。バカ代表。誰？バカ代表。そうなの？うん。そんなことないでしょ。まあ、まだ A マンいるの？まだ一応います。すごいじゃん。一応いますよ。すごいじゃん。一年目でしょ？ギリギリですよ。出世頭。A1 っていうそのリーグのさ、上のリーグ。だから、J リーグみたいなもんですよ。J リーグの J リーグ。J1 ね。J1。J1 の上だよね。だから J リーグ。こっちの方が麻雀強いですよ。こっちの二人の方が全然強いですよ。へぇー。そんなことない。麻雀。言い方。麻雀より喧嘩の方が強い。酒の方が強い。酒の方が強い。ファイトクラブにいますからって。いますよね。います。ファイトクラブやってる。アキラさんだけね。団体が違う、ここの。ああ。私と、かずみさんは最近。MJ にいますか？うん、MJ にいる。MJ にいます。団体が違う。あ、二人は MJ にいるんだ。私はやってない。あ、いないんだ。MJ にいるんだ。私はやってない。MJ やってない。私はやってない。はい。そうですね。波の男では押せない。はい、押す。あ、なるほどね。そうでもないよ。そうでもないよ。それは。ね。実はね。そうでもない。そうでもないよね。早森さん、かずみさんは男子のリーグは参加しないんですか？ちょっと忙しいからね。早森がね。私はプロになって3年ぐらいしか参加してない。それは。え、もうみんな何年目ぐらいなの？私18年目ですね。スーパー先輩。超先輩。あ、先輩なの？超先輩です。先輩の同期。あ、一番遅いの？
一番遅い。一緒一緒。同じぐらい。一緒ぐらい。同じぐらい。姉。だって先輩だと姉っていう姉じゃないじゃん。年が上。年が上だもんね。あ、年が上だもんな。お姉ちゃん二人。ああ、そう。もうさ、お兄ちゃんの気分になってきたでしょ。お兄ちゃん。お姉ちゃんのお兄ちゃんだから。お兄ちゃんみたいになってきたでしょ。初対面でお兄ちゃんって言ってた。お兄ちゃん。お兄ちゃん早く歌うよって。LINE 来た。お兄ちゃんなうって。LINE 来て。ちょ、兄貴飲むの遅くないじゃん。何ですか。びっくりした、今。びっくりしないで。いや、もっとね、一気に飲むの持ってるからさ。ついでに、姫、姫。あ、姫、ね、ありがとう。ついでに飲んじゃうから、ね。トイレ行きたくないよね、冷えるから。寒いよね。寒いですね。この人、トイレめっちゃ近いの飲むと。そうそうそう。あきさんのどこ顔。膀胱があれなんじゃない、砂肝ぐらいしかないじゃない。性格。膀胱は砂肝放送禁止用語しか言わないね。全部ね知ってた、トイレ。禁止用語だ。来店ゲストお兄ちゃん。マージャン、いや倒しちゃうよ俺は。ああ倒す倒す倒されちゃう。倒しちゃう倒しちゃう。すいませんって言って払う。でもともと今攻撃型アマゾネスだっけ。お兄ちゃんできる。超攻撃型アマゾネスついてんだけど、この人私会った時めっちゃ守備型だから。超絶守備型だった。でもなんかある時から変えたっつって。生き残れないっつって。守備型を極めてからの攻撃型だから、うん、ね、やっぱり若干守備寄りなんだよね。なるほどね。で、その、押してる範囲も、なんで押してるかちゃんと理由があるみたいな。うん、だからその、ただ押してるだけじゃないんだ、実は。ただ押してるだけじゃない。ちょっと、ちょっと、語るな、真面目な話しちゃったら、飲むのかなと思って。ただの、なんかね、なんかね、あの、話が深くて、あの、かずみちゃんがかっこよかった、今。そうでしょ、私的には腸がついてたら何でもよかった。うん、ああ、なるほどね。超守備的、超攻撃。そう、超、うん、超とつけたい。つけたい、つけたい、つけたい。マジでもいい、マジでもいい。あ、マジね、マジね、うん。マジ攻撃型アマゾネスでもよかった、私的に。いや、守備を知ってるからあんだけ押せるんだよねって感じだ。もう中学生の時から麻雀しかしてなかったですよ。もうずっと麻雀してましたよ。営業妨害。営業なの。どうしたの、なんか笑いながら持ってきたからやばいやつかもよ。あ、今日なんかでも初っ端のやつがちょっといつもよりやらかしてる感じだった。姫から触ってくださいよ。姫サービスいい。そういうとこだよ。そういうとこ。3人にとって麻雀と、じゃあ一言一言ずつ行く、うん、麻雀とは何何麻雀とは、3人にとって麻雀とは仕事。出たよ。はいはい、かずみ先生は。かずみ先生は、愛してやまないやつよな。おぉ。ほぉ。じゃあ。あ、私、うん、私戦、戦闘。戦闘。戦闘。戦ね。なるほど、ね。店が戦やね。店が戦なんだ。戦、うん、私、試合が戦闘。うん、今度囲みましょう。ジャングル。もちゃん SM 囲みやんけ。もちゃん帽子かぶらせていただいてます。戦闘民族。戦闘民族です。私赤い。赤いね、ちょっとね。どこ赤く見えるのかな。いや、赤いって。かずみさん飲んでるだって研究したんだ。飲んで、あんまり飲んでない。うん、まだちょっと足んないです。いいよ、いいよ。先に飲んでいいよ。あ、いいですか、うん、いただきます。足りないでしょ。戦闘。サイヤ人かな。そう、スカウターで見ればわかるじゃん、私の戦闘能力。スカウターで見て、ありがとう。あ、私ね、氷少なめで大丈夫です。こっちの上で置きながら、そう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 、カメラ目線きた。そう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 、あ、出る、出る、触ってない、触ってないよ。あ、マノッチ、私人生フリテンです。わかる、わかるわ。積んでるってことでしょ、うん、積んでる、積む、積むんだよね、人生って。うん、積むね。人生で積む、積むじゃん、人生って。投了しない、たまに。積む時あるよね。あ、積んだみたいなね。これついに来たね、つって。来たんだ、みたいな。もうどうにもない。逆に、積む積むって言われてるけど。積む積む。はい、積む積むって言った方、ステッカー差し上げます。ステッカー軽る。私、一生懸命クイズ当ててんのにさ、いつも。あ、ちょっとあれだからクイズやろうか。あ、クイズやりますか。今日は、はい、今日は麻雀プロ3人
に、うん、お願いして、まあ持ってきてる持ってこないはあると思うんですけど、うん、何か視聴者プレゼントを持ってきてくださいってお願いしてるんですよ。うん、はい。持ってきた。私言われてないよ。あら、じゃあ伝わってないのかな。はい。なんかちょっともらえるものなんかないですかね。なんかあるかな。下着とかでもいいですか。うん、下着とかでもいいですか。テーブルの下見え、テーブルの下見えないんで。する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 。ちょっと抜けておりたいと思います。ハードル高いじゃん。じゃあ私これ。お揃いのメガネをじゃあ。お揃いのメガネを。プレゼント。はい。じゃあ、ちょっと。メガネプレゼント。ちょっと、麻雀っぽく、何切るクイズやってもいいですか？あ、まあまあ、僕、適当に、ネットの画像で、なんかあったから、いいかなと思って、うん、それ何を切るのが当たりかは僕は分からないですし、うん、本人たちも、いや、私の場合これ、多分違うと思うんですよ、みんな。うんうん、それを、解説付きで。解説付きで、まあ、解説してもらいましょうか、うん、最後は、ね。やっぱちょっと解説ないと。で、やりましょうか。麻雀番組みたいになってきた。ぽいでしょ？ぽいでしょ？プレゼントだからね。ぽいでしょ？どれを切るか、何切るクイズも、正解がどうかわからないですよね。和久津さんがどれが正解だと思ってるのかを当てるクイズ。かずみさんがどう思ってるか、ね、さやかちゃんがどう思ってるかというクイズなんで。ああ、そういうことか。オッケー。はいはいはい。さやかさん意識してんじゃん。三人の中での正解。で、もしかしたら被ってる子かもしれないでしょ。そうですね。そうですね。ね。三人の中での正解を当てる、そうです、見てる人たちが当てるクイズね。うん、じゃあ、北朝鮮を切ります。切りましょう。正解。正解。うん、じゃあ、ちょっと、どれでもいいんで、斉藤さん一問出してもらっていいですか。はい、これです。面白。見えます？はい。ちょっと大きくしてもらっていいですか。ギリギリまで大きくしてもらっていいですか。じゃあ、茅森さんはサイン色紙、はい、いいですか。はい、いただいても、はい、じゃあそれでいきましょう。で、和久津さん何があるんでしたっけ。私持ってきましたっけ。私、今してるブレスレットを、同じの2個あったやつが家にあったんですよ。あれ、それを1個。あれ持ってきたんですよ。ブレスレット。はい。若身のブレス持ってきました。はい。誰が何切るって入れてくれた方がいいね。さあ、名前、倍何とかって入れてください。名前ね。ただね、これはね、3人一緒やと思う。本当？いや、さやかは分からんよ。あ、そっか。さやかはああいうことするから。誰が何切るかを当てるんだよ。ああいうこと。さやかは激辛なああいうことするから分かんないけど。ね、我々は大体一緒だよ。マジで俺赤嘘なんて絶対切れないんだけど。9万は麻雀牌だと思っていない？私お出かけして、お出かけ、そうそう、その単語でお願いします。でもお出かけできるかな。そっちから行った方がいいですか。あ、これお出かけできるかな。だって9万なんて切ったら遠くなっちゃうじゃん。大丈夫？でも麻雀牌じゃないからしょうがないですね。違うのが混ざってたんだもんね。そうゾネスさんはパワーワンとかね。そういう答え方、そういう答え方をしてください。そういう感じで。もう一回ちょっと。まあ、一人回答者が消えたけど。そうですね。もう、そういう。さんのやつね。そういう答え方をしてください。うん。誰が9万やねん。どういうこと？ 9さんだから。あ、9万だから。全員8切り。いや、これはさすがに一緒やと思うな。全員パーソ切りってことね。8万ね。パワーワンでしょ。パワーワン切りってこと、あれね、用語でね、数字の7って書いてあったら、チーソーのことなんですよ。漢字で7って書いてあったら、マンズのこと、チーは、そう、マンズのこと。あ、そうだね。9切り。9めっちゃ切られてる。右から4番目？なんでそんなよくわかんないこと言うの？右ね？右ってこと？和久津はチーソーだって。和久津プロに9万はちょっと全然わかんない。和久津プロに9万。それは原平さん。3000点だ。3000点ね。9万点もくれるの。めっちゃもらう。俺じゃあ浅い新平にしようか。あ、つーちゃん。寒いの。私 G1 切るの？つーちゃん。和久津様 G1 ね。つーちゃん見てるのありがとう。いや、これさすがにさ、同時に言っていいんじゃない？せーので。せーのね。え、これ何個か来たの？
あ、今一応来てるけど、うん、あとログ見ないと分かんないよね、うん、ちょっとね、うん、麻雀関係ないやつもいっぱい来てて面白いターハイしてマンガンバップ、うんうん、せーのチーソ ー、え、マジ私パワーだ、これパワーだった、チーソーチーソーパワー、うん、俺パワーだったな、俺パワーだった、うん、チーソーじゃないの、私チーソー、私もチーソーだった、チーソー、うん、チーソーチーソーパワー、誰がどう当たったかが全然企画倒れ感がやべえ、ね、段取りの悪さね、段取りの悪さ、ホタルパワーなんでホタルがパワーホタル来たほほーチーソチーソパワーでしょ、うんうん、まず全員パワーって言ってた人は外れでしょ、でもまだ問題あるんでしょ、うん、じゃあこれ練習ね、じゃあ練習、これ練習にする、これ練習、うん、これ練習にする、ちょっと待って、ちょっと今の間に段取り決めないと、あ、そうだね、でもね、チーソー当たりって喜んでる人どうする、うん、今、なんかさ、今の練習、うん、うわちょっと待って、ちょっと待って次の問題は、うん、次の問題はじゃあ2人一緒だったから、かずみプロが何を切るか当てよう、うん、はい、私フリートも一番強いよ、一人一つだったら分かりやすいでしょ、かずみプロが、そうそういうこと、かずみ、ね、ちゃんが何を切るかを当てましょう、はい、それはもう、はい、そうしましょう、そちら側も当ててもらいましょう、当てましょう、じゃあかずみ何切る、佐々木さん次の問題ありましたら、あの画像3つ渡してるはずですけど、次、手抜いたな。マジは分かんない。この画像まずいんじゃないですかって言って結局。じゃなくてもう一個ぐらいあるでしょ。チーソー正解してよ。正解したよ。え？そう、一人一問にしないと朝になる。そうだね。そうだね。うん。確かに。うん。間に合いますか？まあ運営の段取り問題はね、しょうがないです。これ麻雀番組じゃないんで。そうこんなことやったことないからね。はい、そう、初だから、うん。このね、番組の許さ半端ないから、ね。半端ないね。でしょ？理由を教えてほしい。なんでチーソー？理由ちょっと、じゃあ、かやもりさんから、はい。チーソーいらないから。それ理由かね。ちゃんとしてあげる理由じゃね。そういうとこだって言ってんじゃん、いつも。そういうとこ。何それ、チーソー。あそこを両面に固定するじゃん。チーソーってさ、急速来たら何？嘘。捨てんの？じゃあパワー1切ってテンポでいいの？そうあパワー1切っちゃう、だから数層が頭になるじゃん、うん、だから4578の両面っていうこと、ああじゃあパワー1から切ればいいんじゃない？いやウーワン切りのね6球層リーチ先に切らないの？先に切らないの？いらないのって先に切らないの？えさあれ赤ウーワン引いたらさ、うん、赤嘘切ってる6球層リーチでいいじゃないですか、おーおーおー赤嘘なんて切れる？切りますだって。まあ、全然切る、ね。赤ウアン引いたらね。赤。黒ウアン切るんだけど。黒ウアンでもいいのか。そう。ドラマ切れないもんどっちにしろね。私も赤が大前提なんで。うん、というわけでチーソーだけは切るよね。うん。ロースを引いたら。まあそこは6球層だなっていう固定みたいな、うん、そういう。なるほどね。じゃあパワー1説聞いてみましょうか。ウアンのフォローが効くからパワー1切っても。ああ。まだね。ああなるほどね。効くか。効く。組み直し？組み直し。のんきだね。で、赤嘘を絶対使うっていう話。ああ、赤嘘を絶対使う。うん。うん、だってチップもらえるでしょ？だって赤嘘って。そう、私チップが、チップがいいやつ。うんうん、そうだね。積もったら3枚、積もったら3枚もらえるもんな、あれ。そう、さすが天才って言われてる。3枚はもらえるね。うん。小さいらないって言ったからね。だからさ、赤嘘切らない前提だからそうなるでしょ。そう我々赤嘘ぐらいぶった切るもんね。うん。しょうがないよね。うん、ウーアン引いたらね。ドラ好き。そうだね。うん。7切って6引いたら。ドラ好きじゃない。赤好き。なるほどね。チップは1枚200円かなって書いてあるけど。ノーレート、ノーレート。お金かけたもん。麻雀にお金なんてかけたことない。うんかけたことないね、お金なんて。かけたことない。何のこと言ってる意味がわかんない。
チップの分はね、また後でポテトチップしてもらえるんだよね。あ、そうだね。チップじゃあ、アメちゃんもらえる。アメちゃんもらえるんだよね。アメちゃんもらえる。エビスさんって捕まった時に、なんか、インタビュー受けて、みんなやってるでしょって言ったんだって。大丈夫 NG じゃないその話。いや、だって、普通にテレビで放送するから。そうそうそう。NG ワードばっかり言うんですよ。放送行動。違う、あれ普通に地上波で放送されたインタビューだよ。うん、そうね。みんなやってるでしょ。姫、お帰りください。姫。姫、忙しくてごめんね。今日5人もいるからさ。じゃあちょっと俺も、ちょっと同時にできるように。つい飲んじゃうんだね。うん、つい飲んじゃう、ね。ノーレートなチーソーって、イズミ P が言って。あ、そうそうそう。ノーレートなチーソーだね。それはそうよ、ね。ノーレートだよ、いつも。かけているのは人生。そうだね。あの今日見てる人みんなね、あれなんか今日の Q さん静かだなと思ってるかもしれないけど、マージャン仕事だから、ね。マージャンわかんないから入ってこい。マージャン仕事だから。いやでもそれわかるよ。最低限のね、最低限のルールは、最低限のルールはわかる。一枚取ったら一枚してる。わかるわかるわかる。だから今のもう何切るかっていうの。競技マージャンだったら小さいやなって感じ。何マージャンだったら。競技マージャンだったら。ああ。競技マージャン以外に何があるんですか。そうだよ。何言ってんだ、競技プロなのに。違う、ノーレートに赤が入ってるマージャン多いじゃん、今。あ、ありますね。そう。赤何くれんの。アメちゃん。アメちゃんくれる。違う、イヤアップだわ。ドラだわ。アメちゃんじゃないわ。めちゃめちゃなの。俺なんか一回も上がらなかったのに焼き鳥もらったからね。あ、それね。うん、それね、うん、払うやつ。お得だね、焼き鳥。焼き鳥もらえんのよ。一回も上がらなかったのに、焼き鳥も上がらなかったのに焼き鳥もらったから。すごい。マージャン持ってくれたな。今うまいこと言ったみたいになってるけど、ね、私もあの1半ちゃん1回も上がってなくて、2半ちゃん目の途中まで上がらないと、何番に入ったら、父、100円バッグ持ってきてって言う。いいよね。焼き鳥バッグ面白いね。あの焼き鳥はさ、どこから来たの？なんだろう、なんだろう、上がれない、その。焼けちゃってるみたいな。いや、あの、焼き鳥のさ、マークがついてるじゃない。もう、札があるもんね。札がなんか、なんかあるんじゃないかな。例えばさ、あの、営業マンで、数字出せない人のことお茶って言うじゃない。それは、そうなんだ。お茶引くっていう。お茶、それはお茶ばっか、お前仕事指令でお茶ばっか飲んでる。お茶を引く。お茶を引くって意味じゃない。だとすると、お前焼き鳥ばっか食ってるな。ってこと？ってこと？いや、マジ上がれない。せっかくタグ囲んでんのに最後まで一回も上がれないなんて。上がってない。お前は飛べない鳥だなっていうことなんだよ。焼けちゃって焼けてるから。やっぱ焼けてるから。ニワトリの話した今。焼き鳥上がってないだって。ああ焼いてる。焼き鳥は。あ、焼き鳥イコール上がってないだ。唐揚げと。唐揚げと。違い？え？ニワトリ。ニワトリになるじゃん。だから焼けてんのが元に戻る。よくわかんないでしょ。絶対地頃さんになってると思うよ。上がってないです。あれすごいね、上がってない。正解っぽい。焼きだからさ。揚げじゃない。唐揚げじゃねえよってことね。なるほどね。上がれない鳥は捕まって焼き鳥になる。上がれない。あ、なるほど。上がれない。ありある。なるほど、なるほど。ちーまま顔が丸くない。丸いです。丸いんすよ。5、6キロ太ったからね。もっとじゃね？いや、5、6キロ。あ、そう？うん。うん、そうだね。なんか、妊娠してから、ほんと見るたび丸くなってて。妊婦ってそういうもんでしょ？そういうもん。そういうもん。ね。そういうもん。そう。2人分食べるからね。今、妊娠する前よりもちょっと6キロぐらい。そう、それぐらい太ってるから。しかもだって、入院しててさ、ずっと寝て、1ヶ月。さん、無理っぽいですか？一ヶ月寝てて。クイズ無理っぽいですか？ご飯食べてるね。それ太るよ。クイズ無理っぽいですね。無理っぽいでした。無理っぽいですね。じゃあ違うクイズにしますか。そしたら、これから、カラオケを歌ってもらうんですけど、何を歌うか。誰が歌うんでしたっけ？和久さんと。かやむりさんじゃない？歌うの。嘘ついていい？さっき練習してたよ。クイズだから。クイズだから。今日カラオケをちょっと披露しようかと思って、はい、で、ワクスさんと、佐藤さんで二人で歌うじゃないですか。うん、何を歌うか当ててもらいましょう。はい。
まだ、まだね、まだ焼き鳥の説明が続いてるから、ちょっと。まだ焼き鳥の説明続いてる。麻雀の上がり系は鳥が飛び、鳥が飛び立つ形で。え？スズメ洗っても焼き鳥ない。でもなんかネットで調べたら出てきそうだよね。焼き鳥。あるよ。スズメ食うの？あるよ。スズメが上がれない、飛べない。ああ。おお。つまり飛び立てないから焼き鳥。なるほどね。何歌うかって難しくない？難しい難しい。だからヒント出していきますよ。ああ、ヒント。デュエットです。デュエットです。デュエットですけど、一人が歌う歌ですね。デュエットじゃないね。ハモるだけやな。そう、二人で歌うんですけど、はい。じゃあヒントかなんか、じゃあ枠さんから。ヒントいきますよ。はい。かずみさんがライブやってます。おお、大ヒント。あ、じゃあ俺も行こう。ありがとう。姉さん、工藤静香。違います。そこに似てるだけやろ。大丈夫だ。見た目。そう、カラオケ、今日カラオケ歌うんですけど、その二人が何を歌うかを当ててください。当てた方には、じゃあ、ワクチさんとのプレゼントでいいですね。じゃあ、ブレスレット、とりあえず。はい。ヤフー知恵袋に書いてあったって。はい。すごいね。昔コピーバンドやってる。コピーバンドやってます。はずみさんが。なんだっけ、なんでしょう。リンドバーグ、リンドバーグ。リンドバーグ。知ってるリンドバーグ。仮面ライダーそうです。ボーイのマリオネット。はい。そう。リンドバーグ。リンドバーグ。あ、そう。ビリーブインラブだね、それね。ワクチさんホルモン。くれない。ローラー。恋のバカンス。違います。違います。っていう方が売れてんだな、多分。ワクチさんもちょっとヒントあげてほうがいいじゃないですか。ヒントはね、男か女かとか。あ、言った方がいいんじゃないですか、それ。メイクしてる男。5人組やな。お。結構なヒント出た。結構なヒント出ましたね。あ、でもそっからなんか曲名は当てられないんじゃないですか。曲名があるから、じゃあ、難しいよね。じゃあ、グループ名当てた人、あ、もう来ちゃった、グループ名。正解でいいんじゃないですか。グループ名。グループ名当てた人が正解。正解でいいんじゃないですか。あ、もうさ、でも後付けはやっぱり段取り悪い。悪いする、段取り悪い。厳しい。じゃあ、分かった。ハモります。上と下。レベッカ。上がどっちか。あ、そうだね。ちなみに、ちなみにだけど、俺はあの歌、初めて聞いたんだけど、有名な歌なの。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。俺はもうすげえ知ってる。初めて聞いた。名曲です。名曲です。これでボンバー来てる。みんな詳しい。正解出てるから、X は正解って言ってあげた方がいいんじゃないですか。X 正解でーす。X 正解です。X の何か。何か。X のコピーバンドやってます。はい。X 何を歌うんですか。世紀末も正解でいいんじゃないの。メイクしてるしね。まあそうなると、みんな言うよ、お前。ゴールデンボンバーも正解なんだよな。そうなっちゃうと。ホルモン、ゴールデンボンバー、X は正解やな。でも、ゴールデンボンバーもさ、みんな一応メイクはしてるけどさ。聞きながら敵が飲みます。できるよ、飲め。ラスティネで違います。結構マニアックだね、多分 X の中では。うん、ハモりそうな歌。これ難しいかな。バラードだよ、バラード。あれ知ってる人っていないですよね、だってね。そうですか。いや、僕は大好きですよ。僕はもう絶対。僕は絶対。ちゃんはわかんないかな。うつって。だってほら、そうだよ、ほら、ウィークエンドとか、聖にしぐってなっちゃう。もうその世代、合ってる、合ってる。その辺。アルバム一緒ですよね。だスマップってほら。スマップ。化粧、ドーラン塗ってるけど。化粧してるね、化粧してる。確かに化粧してる。うん。セイニシング違う。セイニシングのアルバムじゃない？うん、違う。あれは違う。いや、ウィークエンドの方。ウィークエンドのブルーブラッドだもん。セイニシングは、サイレントジェラシー。そうだよね、つーちゃん。ジェラシー。エンドレスレインしか知らないよね。そうだね、エンドレスレインしか知らないよね。あ、そう、ブルーブラッドだね。ありがとうございます。そう、ラストソング。そう、ラストソング。そう。エンドレスレインがすごい来てるな。爆発寸前ギグっていうすげえかっこいいライブビデオがあって、あれのエンディングで、片付けられながら、ステージが片付けられながら、エンドロールが流れながら、その曲が流れるんだけど、めっちゃかっこいいな。ギブアップ。あれ曲名じゃないね。ギブアップ。わかんない。ああいうの面白い。正解出たの？正解ね、出なかった。まだない。これは、X1 じゃ出ないんじゃないですか。正解出して。お触りダメ。じゃあ、あの X ってあの、あ、来た、正解、正解。アンフィニッシュの正解。正解だけど名前がない。名前がない、誰でしょう。アンフィニッシュドの方。誰でしょう。アンフィニッシュドの方。いや、それどうやってプレゼント飲みたがりじゃない。番組にメッセージ送れるの。
番組宛てに、メッセージを送れますんで、うん、そこに住所を送ってください。名前と住所、ね。名前と住所送ってください。そしたら郵送させていただきます。僕です。僕です。無理だから。僕です。僕です。僕です。僕か。僕だよね。僕。そうだよね。知ってんの僕。いや、知らん。じゃあちょっと、あ、僕ですよ。僕だから、僕。オッケーオッケー。だから、倍なんとかって入れる。あだ名でも何でもいいから。名前、奥さん。石川アンパイ。アンパイさん。アンパイさん当たったの本当に、うん、うん。そうじゃん。石川アンパイさんおめでとうございます。あった。本当にアンパイさんだったの？アンパイさんなの本当にすげえ。ジゴロさんが教えてくれてるよ。アットマーク名前で。書いたのは石川。書いたのは石川。ありがとう。じゃあ、とにかく歌いましょうか。歌います。一回、一発歌ってみましょうか。じゃあね。はい。うん、じゃあ、前半後半にあるからね。あと、Qちゃんの歌もあるからね。はいはい。さっきのところで切ればいいんだよね。そうそうそう。まあ、一番までね。一番ね。はい。実は僕書いてません。喧嘩せんよ。誰だ僕って。誰だ僕誰だろうね。こいつは信用ならないんだよ。本当にあの名前がちゃんとあの登録してないやつはね信用ならないんだよ。待って私ね見えないんだな歌詞が。人口半分は大体僕だからな。モニターの画面をちょっと大きくしてくれますか。そうなんだよね。ま真ん中に座ってるから。あの歌詞の画面に被るんだよね頭が。あそうそうそうありがとうございます。おお。うん。技持ってんな。はいお願いします。ただエコーとかないからね。エコーいらない。うん、あの酒焼け。あ草かも入っていいよ。歌。うん、全然わかんないし。わかんないしなんか英語だし。全部英語だったし。全部英語だったし。めっちゃかっこいいんだよこれだね。なかなかね思いつかなくてね、はい、思い当たらなかったね。 OK です。だが OK です。 OK 多分これ聞いてる人はあんまいないよね。えこれってうちあのカラオケで歌ってるだけだもんね。2人で歌ったことないじゃん。だって2人で歌ったのはあんまないね、うんうん、ぶっつけ出す。それでは聞いてください、うん、X ナンバーでアンフィニッシュで。さっきできたし拍手大丈夫。さっきできた、うん。歌わない人は何も。うんうん。おお。あれ始まってる？マウンテン。My mindset, nothing but pain for me.全然入りが聞こえなかったですよ。あ、大丈夫です。Wipe your tears from your eyes. Just leave and forget me. No need to be alive anymore. Your way for me now. I don't know what it's like.まず聞こえないの。二人の声が聞こえるんだけど、うん、お兄ちゃんがなんかちょっと歌ってんだよね。それがちょっと面白い。お兄ちゃん入ってきて。漏れてんだよね。漏れてんだ。ありがとう。ハモリうまいよね。ハモリうまいんだよ。ありがとうございます。いやいや、
よかった。ドラゴンレディ。よかった、よかった。ドラゴンレディ。よかった。なんだろう、ドラゴンレディって。ドラゴンないよ。ドラゴンレディ来た。うまいんだよ。入ってきて。全然わかんねえし。英語読める英語。英語読めないし。ちょっとかやもりクイズ来てよ。クイズ？うん。かやもりクイズ。さっきの、さっきの、アンパイさんには、アンパイさんには、二人のプレゼント、ブレスレット。ブレスレットとメガネ。いや。2個。あ、違うの？メガネはまたもう一個。あ、まあ、もう一個ね。もう一個ね。ああ、そういうことね。はいはいはい。一人ずつ。次は、かやもりクイズ。かやもりクイズ、かずみクイズ。どっちか思いついた方が先に。お帰りください。問題を自分で出すの？問題今の。なんか考えて。問題を？私の好きな食べ物は何でしょうとか、何でもいい。超簡単だよ、それじゃあ。だからそういうのを。知られてないよ。それは言うの、それは。そういうのを、分かりやすく言っただけだよ。あの、有名じゃない、知られてない情報ね。知られてない情報。知られてない情報。知られてないけど簡単なやつ。で、一つしかない答えね。難しいね、それ。うん、なんかあるかな問題考えて。じゃあ私いける。じゃあ、私が、佐藤和美クイズ。佐藤和美クイズ当たったら、同じメガネをプレゼント。はい。はい、お揃いのメガネ。お揃いのメガネプレゼント。はい。この間、はい、飲んでて、はい、久々に、長時間記憶がなかったんだけど、おうおうおう何時間なかったでしょ。それ記憶ないから答えられないんじゃねえのそれ。今最後なんて言ったの？何時間記憶がなかったでしょうって。じゃあ、飲んでた時間はちなみに、13時間。飲んでて、そのうちの何時間かが、記憶がない。はいはいはい。先日。記憶がないんだから、その時間わかんねえだろ、お前。あの、わかるんだ。そう、その間、まあ何時間かないんだけど、13時間飲んでたうちの何時間分の記憶をなくしたでしょう。14時間って言ってた。舞ちゃんだね。初音舞ってか。4時間。5時間、6時間。4時間、5時間。13時間半。7時間。これ正解出てんだろ、これ。こんな勢いで来たら、まだないの？ええまだないの？ない。え、そんな何分とか言う ?4 年半。4年半ね。まだないな。あると思う。ありがとう、姫。あと、姫ね、顔で。11、正解。11、そんなないの？小さ。11時間。半世紀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 。13時間中11時間記憶ないの？ 11 時間記憶なくて、覚えてるのが、それ全部ギュッとして40秒ぐらい。なんで記憶なくてそんなに飲むの？ずっと記憶があった初音前聞きますけど。まだ来た。まだ来た。あ、ちーちゃん当たったって。ちーちゃんおめでとう。ちーちゃんおめでとう。さやかちゃんなんかサイン色紙欲しいって書いてあったんですけど、それなら準備できますよ。じゃあサイン色紙。問題できたよ。できた。あれはちょっと待って。ちーちゃんには、お揃いのメガネを、お渡しします。やったね、はい。おめでとうございます。バカになっちゃうよ。こんなんなっちゃうよ。かやもりさやかクイズいきましょう。次、はい、どうぞ。正解の方には、サイン色紙だから2、3個いけるんじゃないですか？うん。うん。2、3個いける？まあ別にいいや。1個でいきましょう。1個でいきましょう。1個でいきましょう。安りわか。切迫早産で入院してたの。うん。はい。で、入院期間は何日間だったでしょうか？あ、知ってる私。知ってる。言うな。まあ言うな。言いそうで怖えな。何日間入院してたか。はい。はい。かやもりさやかクイズ。切迫早産で、何日入院したか。ちいちゃんどうか。当てに来てるな。ちいちゃんどうか。35億。2週間。ないなぁ。24、50、16、8。ない。何ヶ月とかじゃないか。何日だからね。何日？そうだね。2ヶ月って言ってんなら60日って言ってください。うん。72。16日。いないな。マニアックな人いない。2週間、12日。私結構さやかマニアだからね。75、50、16週目。どういうことですか？ Twitter チェックしてるの分かるってことですか？20、18、20、15。3週間。3週間面白いね。週間面白い。毎日あなたが好き。うるさいよ。わかるわかる。その気持ちわかる。トーン4曲。一瞬押ししてた？30分ってことかな。18、13、67、18日。こんな長くないんじゃないの？こんな長くないんだよ。あー、惜しい。惜しいのいる、1日？一日だったら問題にすべきじゃないよ。一分当てる気ないなあいつ。あれ私合ってるよね思ってるの。合ってる。自分が決めていいんだよ。
まだないこんなに来てるのに。白キリンさん。あれ20日、21日。いないね、いないね。アメチキンさんいる。うん、即日退院、日帰り。日帰り。日帰り。日帰りは入院なのか。半日も入院なのか。後ろ揉めてますけどね。10、15、24。ちょっとじゃあいいからいいからちょっとちゃんと見て2日流れちゃうから流れちゃうから見ていないんだよ今もいないんだよ11いないんだよいないのか毎日毎日来たもう一回来た52いないのかいないんだよそんなにしないだろう6日じゃあヒント私の年齢より上か下か私の年齢非公開なんだ13 13 ちょっと下私の年齢よりちょっと下です5 7 4そんなねそんなに下なの私の年齢よりもちょっと下やな。27、ありがとう。優しいね。40、やめなさい、40。具体的な、具体的な数字で言うと、38とか36。あ、いたどれ ?37。のりまささん正解のりまささん正解すげえヒントだったね、これね。のりまささんには、のりまさって書いていいのかな、のりまささんへって書いていい。のりまささんへでいいかな。いいのかな、うん。年齢バレちゃった。のりまささん37ぐらいのりまささんもう正解しましたこれもうだいぶタイムラグでもまだまだみんな書いてたんだね書いてるね、のりまささんが正解でした すごい私の年齢ヒントにしてるじゃん結構具体的な数字があるすごいヒントしてめっちゃバレとるやんのりまささん私に感謝したリスナーのみんなよく頑張ったあいつこっち寄りだなということで、正解はのりまささんで、はい、のりまささんへのサイン色紙サイン色紙を、はい、かよもりさやかでプレゼントさせていただきたいと思います、はい、でのりまささんは、うん、番組の、はい、あのこのコメントあのね番組宛にコメントを送るっていうのがあるのでそれはこっちしかわからないんで、はい、番組側しかわからないんで、はい、そこに名前と住所を名前と住所をね送ってください送ってくださいはいそしたら郵送で、サイン色紙を送らせていただきますよろしくお願いします、うん、僕の名前のりまさそれアンパイさんじゃないのそうだねそれアンパイさんそうだね石川さん姉さんは20代前半だぞうんぞ気分は常に20代聞くな具体的なこと聞くな自分さん具体的なこと聞くなダメとかそういうこと聞くな実質3人のリスナーだねすごいねだとしたらいや昨日成人式ぐらいの気分だもんねえ成人式行ったのここに住所書いたらみんなにさらされちゃうでしょじゃなくて番組宛てに送るところがあるからかわいい人がいるここに住所書いたらいかんで、ね、送らないよそれは、うん、番組宛てにうん、じゃあここに住所書きますねって言ってるのはアンパイさんだよ、ね、アンパイさんだよ、うん、アンパイさんがヨシピだアンパイさん何してんの枠さん今日白い確かにちょっとねちょっと白い、ね、最近ちょっと白いんですよなんでなんですかね、うん、ひよってんですかねひよってっの色に出るの色に出るのでも焼くとさシミになるじゃん、うん、できないよシミとかいやなできるってもうちょっと思うじゃん番組志向下のお便りから送ってね地頃さんありがとう、うん、結構ね若い頃から焼いてるとできないですよ本当に、うん、できないできない焼くいやだ焼いちゃう小勢さんに小勢さんに地頃だから、うん、すぐ焼けるよやっちゃう向けずに何か皮とか向けずに黒いのいないんですよ麻雀会へえ私だって小学校の時にこれより黒かったからアンパイでも小学生ってこれぐらい来るよ。俺じゃねえアンパイさんじゃないの。で。ああやってああやって書けば書くほどアンパイさんに見えてきたよ。なんか盛り上がってる。アンパイさんじゃないんじゃないのこれ。このああやって書けば書くほどなんかアンパイさんに見えてくる。マイケル・ジャクソンかねかいいあそうそうそう欧米だから私もともと白いんでしょ、うん、だって真っ白ね昔の人見たらね白かったもん梅先生3杯3杯お願いしますちょっと開けられる人だけ開けられる人だけ僕は安倍さんではないです姫今日大忙しだね一人多いからねなんか私のだけグラスがでかいんだけど集合が集
集合が一人多いから。来た来た来た、スイッチ来たよ。スイッチ来ましたよ。最後も飲んでたね、はい。私はアンパイさんじゃないよの、私が匿名だから分かんないんだよ。急に有名になっちゃったね。うん、この番組面白いよね。いやー、ありがとう、ありがとう。ゆるいよね。ゆるい。今まで、ね、出た、こう、なんかの中で一番面白い、ね。私が安牌ですって、カタカナでやってる。美味しい。安牌美味しい。そうですよ。そうです。私が安牌です。みたいな。カタカナで書いた人は多分安牌の意味知らないよね。安牌の、安牌の意味分かってない。でも安牌ってさ、普通の人も使わない使わない。そう、使う、使う、使う。あ、そうなんだ。バップとかね、バップもよく使うよね、マージャン知らない人もね。トイメンも使います。トイメンも使う。なんかそれで最近ツイッターで見たんだよ。何を？なんかそのマージャン用語がいっぱい使われてるのが多い。ワンちゃんとか、うちの息子がワンちゃんとか言うの。ワンちゃん、ワンちゃんってマージャン用語だった。そうだよ、ワンチャンスでしょ。ワンチャンス、マージャン用語じゃない。でもマージャン用語ではないよね。いや、マージャン用語だから。いやいや、ワンチャンスっていう言葉だよね。いや、だからもともとの発信源。できなさい。見たかったんかい。なんだっけ、あ、メンツとかね。メンツね。メンツ。テンパってるとかね、マージャンでね。そうだね。多いよね、そういえばね。お便り送りました、のりますさん。正解、おめでとう。ありがとうございます。すごい。ターハイは言わないね、あんまりね。ターハイはないね。ワンちゃんは大学生用語。あ、そうなんだ。アンパイ、リーチ。あ、チョンボもそうだね。チョンボもそうだね。テンパってるって麻雀用語？リーチなんて使い放題。そうだね、リーチだ、そうだよね。そうなのよ。両面テープ。両面テープ。両面テープはダメなやつだからね。両面テープって言った瞬間に、あ、両面テープって直すやつだから。あとあのね、パチンコ屋のさ、パチンコ屋のあの、ワゴンでドリンク売ってる人いるじゃないですか。コーヒーレディ。最近あの女の子たちにもコーヒー頼んだ時、ありありが通用することを知ったんだ、俺。ああ、そうね。ありありとかもマージャン。そうだよね。ジャンソーのコーヒーでありありなしらしいって言うもんね。そうそうそう。そうなんだ。リャンシャンは言わない。リャンシャン顔。リンシャン顔。あ、リンシャン顔。リンシャン顔。どういうことなの？あそこにいそうみたいな。面白い。リンシャンが面白い。あそこにいそうな顔。リンシャンが。なんかね、ワンパイの近くにいそうな顔だよね、みたいなことでしょ。すごくわかんない。わかんない。ぜひ写真をお願いします。面白い。イーピンモモが下ネタ。まなしなしとかね。爪しぼは多分水っぽい。爪しぼは、そうだよね。麻雀でもないだろうね。水っぽい感じ。高根の花みたいな顔ってことにも取れますよ。ああ、なるほどね、そっちね。ああ、そっちね。まあ、いい意味でね。あ、そう、ラサエのペイは島、いや、島工作で使ってるのはシャだったよ。マニアックだな。そっか、島工作って今何なんですか？社長になりました？なってるね。そろそろ。なってる。会長島工作もあるんじゃないの？会長になる。会長になるんじゃないの？すごいよね。あの漫画面白いよね。最初課長だったんです、最初。課長。できる。もう逆に、なんつうヤング島工作とかで、遡るのやつもあるもんね。大丈夫？時間的に。テキーラ飲んでも大丈夫？テキーラない。ないの？あれがあるよ、ファイアボール。ファイアボールって何？あ、行く？怖いんだけど。いいじゃん、ファイアボールで。麻雀よくわかんないけど、覚えたくなったって。覚えよう。あ、いいじゃん、いいじゃん。おはよう。おはよう。火曜金。ちょっと俺やる、ちょっと。じゃあ、かずみちゃんに一杯おごらなくしよう。ファイアボール。そろそろ、総理。あ、今会長なんだね、やっぱ島工作ね。すごい。内戦の。さやかはいいでしょ、別に。おさわりしてる。これ僕のお気に入りのショットなんだけど。ファイアボール。来たよ、キーラみたいな。キューちゃん、隠れて。氷なくなっちゃったの？隠れて。あ、もう俺は大丈夫。見えない？大丈夫。俺大丈夫。なんか来てる。飲みやすいからいいから飲みやすいから飲んでみて。こんなこと言われて飲む人いないよね。トロだから。いいから飲んでみて。ウイサ。ウイサ。ほら。それ何？じゃあ英才コールお願いします。はい、わかりました。いいぞ。ほら。いいぞ。ほら。ウイサ。ウイサ。ウイサ。ほら。はい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 。ほら。ウイサ。どうなの？ああ。いけるでしょ。全然いけるね。いけるでしょ。これいけるでしょ。家がふ。
風だね。風じゃないけど。まあ、そう、わかる。そういうこと。でも辛い。少し、ね。何なんだろう。ごまかしてんの。とろっとしてる。行ってみる？とろっとしてる。イエガーのシナモンみたいな感じ。あ、そう、シナモン。シナモン嫌いだわ、私。本当？なんとかワインみたいになったよね。とろっとしてるワインね。寒いよね。キフワイン。寒いよね。寒いよね。キフワインみたいになったよね。寒いね。それやべえ。凍えるよ。私の隣でそれ言う？はい、寒い。何私がおかしな人みたいで、ね、誰誰エイサーこれ誰が飲むのさやか私え飲むのいいんだよ、でもシナモン苦手なんでしょ、シナモン苦手、飲んじゃえば寒いか、なんか薬みたいな匂いするね、そう、うん、まあ基本的にいつ飲むのその掛け声で、いやいつでも好きな時に好きな時にエイサーあらエイサー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 はい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 おらエイサーエイサーおらはい、この顔スクショだね、この顔スクショ、スクショされたね、多分スクショされてある、かわいい、なにこれ、どうブリュージャーシナモン、シナモンウイスキー、シナモンだね、さやか愛してる、うん、ありがとうありがとうこれ何度あんの、これ家がと一緒ぐらい、これ30度ぐらい、33度ぐらい、燃えるやつ、うん、燃える、まずい、燃えない燃えない燃えない、ま、燃えない燃えない、さほどでもないよ、まずい、そう33度、家がと一緒、まだ飲んでる、ホタルちゃんテキーラ飲みます、勝手に飲んでる、勝手に飲んでるあーまずい、何これ、ジョリュージャンチパリピ軍団、メガネも開けたし、ガチプロだから、ブレスレットも開けたし、サイン色紙も開けたでしょ、うん、もう一個なんか持ってきてなかったっけ、私、1回しか着てなくて、痩せすぎちゃって着れない T シャツがあるんですね。ほうん。そこに。それ、見せるのかな、うん、ね、ブレスが上に乗っかってるから、ちょっと。気をつけるね。私、太りすぎて着れない T シャツ何枚もあったのあったの私、ね、メルカリみたいになっちゃってんじゃん。もう、ワクツ風。派手だね。派手だね。あ、色抜けちゃった、今。あ、抜けちゃった。緑で、うん、あね、S なんだよね。S なんだけど、私あまりにも痩せすぎて着れなくなっちゃったんで、うん、でも可愛い、可愛い、おっぱい出ちゃうからね、うん、これ着ちゃったらね、じゃあこれをプレゼント、うん、いけるプレゼントしましょうか、ワクツクイズなんかしましょうか、ワクツクイズ、はい、最後1問、ね、うん、デデンデデ デデンあ、何え、あ、 T シャツといえば俺だ、確かに白く見えるね、それアンパイさんね、多分、うん、それはね、なんか腕とクイズね、クイズね、あ、帰っちゃった、帰っちゃった、アンパイさん。お先に失礼です。欲しいだって、うん。私も答えられるやつで。はい。あ、そうか。答えられるやつね。麻雀関係ないやつ、ね。麻雀関係ないやつ、ね。麻雀関係ないやつ、ね。麻雀関係ないやつ。難しいな、麻雀関係ないやつ。アンパイにあげようぜ、だって。アンパイはいいよ。セットだ。面白いな。アンパイに送りたい。石川アンパイさんすげえ有名人だったもうアンパイでいいじゃんみたいな感じになって、私が、うん、お兄ちゃんとよく一緒に歌うデュエットするバンドがあります、あー、ありますね、バンド名ありますね、はい、わかるかな、どうぞ、ちょっと若い人わかんないかな、私知らないな、それ。そうなんだよね。ね、うん。よくデュエットする。よくデュエットする。曲っていうかバンドですかね。バンド。マキシマムザホルモン。そうそう。違います。え、バンド名が正解でいいんですか？バンド名が正解でいいです。バンド名が正解でいいです。バンド名が、はい、バンド名ですね。これ私当てていい、これ。え、ダメですね。ダメじゃないの？シャツだってもらっちゃうじゃん、お前。俺はもう分かっちゃったな。うん。分かっちゃった。欲しいみたいな。年齢から想像してください。年齢から。年齢から想像。なんと、バンドなのに、女性ボーカルいます。あ、やっぱりな。やっぱりな。女性ボーカルがいます。俺正解だった。俺、あれだ、俺思った通りだった。あれだ、アリス。誰を女設定にしたんだろう。堀内さんかな。バンドです。バンド。あれじゃないの？あれに入っちゃうと。スカパラ、スカパラ。トリプル A をうちの兄は知りません。うん、知らないです。絶対に知らない。はい、3人組でしょ？まあ、ジュディ・マリ、そういうことなんだけど、そういうことなんだけど、AAA だから。アイコとアキクと。違う。トリプル A。出たんじゃない？あ、出た、出ました。正解。鈴木、え？バービーボーイズ正解です。バービーボーイズ正解です。何バービーボーイズって。なんで知らないの？バービーボーイズって何？鈴木
一郎かな。おお、正解。鈴木一郎さん、バービーボーイの正解です。あ、後の方にいっぱい出てきてる。惜しい、惜しい、惜しい。ごめんよ、ごめんよ。うちのお客様。サイモンとガーファンクル。サイモンとガーファンクル。ね、え、鈴木一郎さんは？うちのお客さん。あ、じゃあ、渡せる？渡せる。渡せるね。じゃあ、渡します。何、バービーボーイ。鈴木太郎。バービーボーイ知らないの？バンド名じゃないね、鈴木太郎は。おめでとう。あー、遅かった、遅かった。そうだよ、アホだよ。どんな歌？どんな歌？まあ、何でもいけるじゃないですか。目を閉じておいでよ。あ、聞いたことある。聞いたことある。それバービーボーイ。そうそう。ちょっと待って、今の鈴木一郎さんは、ハニーズ。あ、太郎かな？鈴木太郎。いや、あれね、違うんですよ。あれはね、ハニーズの太郎さんっていう、麻雀プロ。うちのお客さんの鈴木太郎です。絶対鈴木一郎さんで。私も鈴木です。ちなみにさっき正解した鈴木一郎さんはハニーズのお客様の鈴木一郎さんで間違いないですか？合ってます？マリナーズの鈴木一郎です。昨日それはリマサだ。昨日来てくれた鈴木一郎さんで合ってますか？はい。鈴木さん。達也さん。まあ太郎さんと達也さんだったら達也さんの方見てる可能性あるよ。俺が本物の鈴木です。確かに。この人は誰なんだ？よかった。何だったんだセブンデイズね。一体何だったんだセブンデイズ。いや、もういいよね。もう誰か鈴木わからん。鈴木慎吾。お客さんではありませんが、鈴木です。鈴木さんが結構見てたの。そうだよ、そうだよ。そんなわけない。言ってるだけの人多いでしょ。鈴木優さんいらっしゃいます。なんかさ、鈴木ってさ、いっぱいいるじゃん。世の中にさ。私あの迷惑メールで鈴木さんですかみたいなの来たの、うん、ってことはさ名前がさよくある人ってさ引っかかりやすいんじゃないのかって、ね、そうかそうかそうか詐欺にエンジンかかってきた、うん、姫忙しい、ありがとう鈴木さん2位でしょだって日本の入ったな佐藤が1位か1位だよ日本一ですからっていう鈴木さんからクレーム入ってますから、うん、何がえ鈴木さん鈴木さん2位だよ、うん、そろそろ終わりますか、うん、だって12時までだよ一応、うん、番組的には本当や、うん、嘘でしょ今12時半なの 姫に怒られたのじゃった、うん、で一旦コマーシャル行きましょうか、はい、そうですね一旦コマーシャル行って、はい、一旦コマーシャル行きましょう、はい、すいません、はい、一旦コマーシャル15秒だけ待ってくださいはい鈴木一郎さんには T シャツプレゼントしますどうぞ新宿渋谷池袋月刊満足吉原五反田うぐいす谷月刊満足新橋上野錦糸町月刊満足横浜川崎千葉埼玉月刊満足安心安全気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売お求めはお近くの書店コンビニでただいまーはい、はい、それではですねはい今日もありがとう姫ありがとう姫ピース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 姫来たの姫来たのどっか出してるその声何姫後でこれ飲むキューちゃんっていうのこれ姫これ飲むキューちゃんっていうのいやだからこれもう一杯飲んで帰る帰るわ帰るわあの、ね、自分の都合で帰っていいっていうねゲストお仕事、うん、ありがとうありがとうそしたらね、うん、いつもの、はい、いつもの Q さんの歌を聞いてラストにしましょうかあそうですかはい、はい、聞きたいなこれヘッドホン届きます届かせましょう行ってきます誰も行ってらっしゃいちょっと前通していこうとごめんねこれ飲んで歌聞いて満足して帰ればいいんでしょ、うん、いやコメント面白かったじゃあまだまだあ、違うそれ飲むのじゃあ俺行こうか俺、うん、じゃあ乾杯しましょう一人じゃ悪いもんな飲ましといてさやっと名前の付け方分かった人いるよグラスから1個しかないショットグラスかで半分ずつ、うん、そうそうあのねこう登録しなきゃ、ね、やっと名前が美味しい美味しいファイヤーボール美味しいよね初めて見たけど面白かったですありがとうございますありがとうございますありがとうございます来週からも、来週からも来てください。お願いします。来週も3人来てください。無茶言うな。
毎週ね、慎吾とキュウとケンキチでやってますから、ね。やってます。スタッフになったんだね。あの人スタッフだよね、もう。こっち側の意見だよ、ね、いらっしゃいって言ってたもん、今日。いや、ね、さんね。あ、アクスさんから来ましたが、面白かったです。おありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、私の兄をよろしく。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃ毎週見てくんなかったら、もう来ないから。誰が怒ってるの？あれ？なんか今飲んだ今飲んだの？飲んだ。あ、ファイアボール飲んだ。そっからかな？そっからかな？そうなんだ。ありなありなんだ。はい。急に来た。今度はアンパイ呼んでください。アンパイさんはワンチャン来るから本当にワンチャン来るから。カズミちゃんもありがとうございます。ジゴロさんありがとうございます。あ、ジゴロさんありがとうございます。ありがとうございます。カヤモリさんから来た。あ、なるほど、ありがとうございます。ワクツシンゴ、そういうことになりますよ、ね。そういうことになるね。そういうことになるね。そういうことになるね。なるね。今日いつもの10分の1ぐらいしかまだ飲んでないから、ね、まだね、かずみさんレベルからするとね、まあ、ちょっと放送枠じゃないとこでも飲めるから、そうです、あの12時間とか放送できないんで、申し訳ないんですけど、スペシャル番組、ただただかずみの記憶のない番組を12時間12時間やって11時間記憶がないクイズになっちゃうね、はい、さあ、私はどこまで覚えてたでしょうか。って最後のせっかくみんなコメントくれたのにほぼほぼ覚えてないです。いや、その時は大丈夫なのよ、うん、でもまあね、そうね、まあそうなんだろうね、うん、でしょうね記憶のない番組はまずいな。やばいな、ちょっと結構まともない、しかもちょっと Q さん歌聞かせてよ。わかりました、ちょっと行きましょう、とにかく歌いきましょう。はい、じゃあ今日はチャギアスで、お、チャギアス。多分ハモれる人がいるで、ここに。はい。あ、ソロでお願いします。ソロで。ソロで。ぜひ。ソロでお願いします。カズマさん飲んでって言われたから、もう飲む。違う、これ氷がなくなっちゃったんだよね。氷がないと飲みづらいんだ。ごめんね、姫。飲みすぎちゃった。カズミさん、アーカイブ見直してください。アーカイブって何？ね、倉庫配信のことですね。これ、後から見れますので。見てるよ、いつも。おざす。いや、前回の放送は本当に見直したから。見直しても。見直して、あ、なんとなく分かった。喋ったこの話みたいな。え、これどうやって見直すの？え、フレッシュから。フレッシュは普通に見直せる。うん。検索してくれれば。うん。あ、ワクスさんかわいい。そんなわけないよね。本当のこと言って。早く歌って。早く歌って。はい。歌いましょう。じゃあ、ちゃん可愛い。というわけで今日のラストソングはですね、チャギ&アスカの。姫は後で映るよ。うん。名曲。はい。プライド。はい。行きましょう。いや、そんなに見てるの？いや、さやか知らないよ。さやか知らないよ。まさく、誰だ？パフォームされたい。
ました。慣れてますね、やっぱね。いや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 。最後のドは言わないの。プライなの。プライ。プライ。ちゃんと最後口のこの辺でドって言ってます。もう一回言ってみて。プライ。なくせないものがある。プライ。ほら、どうって言ってないじゃん。違う。どうって言ってない、どうって言ってない。違う違う違う。最後に言ってる。って言ってた。プライとか言ってた。違う、そこまで聞いてない。先に喋った。先に喋ったんです。聞いてる、ちゃんと聞いてるもん。トって言ってた。来たよ、お酒。なくせないものがある。プライ。ほら、言ってないじゃん。まだよ、ほら、あと、絶対言ってない。プライーって言ってんじゃん。プライー。その後、夏だよ。何が言ってなかったよ。まあ、私聞いてよ。聞いたよね。ほら。ちょっと言ってた。近い近い。キューちゃん近い近い。何してんの嫉妬言ったし。コメントで言ってくれる。プライじゃん。どうって言われる。あそこで今。どうではなかった。隣で聞いててもどうではない。どうではないね。です。さすがに慎吾さん待ちましょうって書いてありますよ。え？もうちょっと待ちましょうって。全然言ってくんないの、どうって。もう一回やる？全然言ってくんない。もうやらない。全然ドってて、プライドって曲なのに、プライーって。プライドドドドド。すごい、フォントが変わった。何これ。あんなことできるの？そんなことできるの？すごいね。ちいちゃんに怒られました。いや、楽しいね。本当、来週も来よう。はい。これ毎週やってんの？毎週やってる。毎週木曜日やってる。そうなんだ。せいかと私は別に来ようと思えば毎週来れる。よしよしよし。かずみちゃんは一応チャージだけもらおうかな。そうだね。楽しんでるからね。わかるわ。ね、今日もね。そうですね。ありがとうございました。はい。はい、まあでも、はい、気がついたらこんな時間になってたぐらいのみんなで一体感のある楽しみながらの炎上だったんでよかったじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、途中、麻雀の話。あ、全然。引っ張るね。石川さん引っ張るね。社長、おいくら。それでは姫をお呼びして、はい、みんなで。みんなで乾杯して、はい、お別れしましょうか。お別れしましょうか。はい。姫。せっかくじゃあ姫ここに立ってもらおうかな。うん。姫ちょっと一回ね、そこに立てるかな。私のこの減らなかった緑茶。うん、ね。2ミリぐらいしか取ってない。緑茶減ってない。これこれ。これでいい。いや、俺こっち行くから、飲めない。早森さん、いつか関西来てください。オッケー、オッケー。軽いね。今日も行ったよね。今日も軽いね。去年行ったね。今年も行こう。たまに行ってるけどね。おやすみ姉さんだって。姫いっぱい頑張ってて、お疲れ様って地位が。そうだね、姫今日ね頑張ったよ。うん、そうだね。うん、そう氷なくなった感じ。姫もリンシャン顔だって。おお。そうだね。わかるわかる。札幌もまた来てねえだって。札幌行くよ。札幌行くよね。一定のタイミングで和久津さん可愛いって入る人あれ同じ人やね。あ、10コメント。ハートハート付きね。コメント10個入った入れとこう。コメント10個入った入れとこうみたいなね。じゃあ実はあれ全然人数見てないんだ。これ3人って書いてあるもん。3人だから。3人だ。リスナーは3人って書いてある。リスナー3人しかいないんだ。そんなことないです。出演者の方が多いよ。本当だ。それすごいね。出演者の方が多い番組。そんなことない。ステハイが多って。ステハイが多。誰がステハイが多ね。前関西で同卓しましたね。誰何どっちだろ誰だろう。あ、じゃあ俺思った逆にすごい。すごいね。さやかの赤ちゃんがちょっと大きくなったら3人でお酒行こう。おお、いいね。行こう。それ初やな。じゃあ名古屋行こう。キューちゃんとこ。あ、名古屋行こう。
どこでもいいよ。なんだよ。どこでもいいよ。閉めますか、はい。閉めますか、はい、じゃあ今日姫、一日お疲れ様で、姫にお礼言ってみんな。姫大変だったね。姫ありがとう、姫ありがとう。姫ありがとう。触らないよ、触らないよ、傷触らないよ。俺は姫を触らない。触らないよ。なんかの看板みたいだね。はい、それでは、そろそろ、そろそろ締めないと。聞いてる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 。特に、かずみ聞いてる。今、よだれだれそうだね。ドゥーも聞いてるから。こういう場合、ちーちゃん、名古屋来る。それでは、番組こんな最後までね、お付き合いいただきました。皆さんにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあみんなで乾杯して、飲んでお別れしましょう。はい。はい、今日皆さんありがとうございました。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 来週もよかったら見てください。それでは皆様、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。リアルお兄ちゃんだからね。そうなんですよ。お願いします。